県内では、今日新たに新型コロナウイルスの患者三人の死亡と。六百人の感染確認が発表されました。新たな患者は。十日連続で。前の週の同じ曜日を下回っています。県は今日。新型コロナの患者三人の死亡を発表しました。二人は六十五歳以上で。基礎疾患があり。もう一人は。詳細について非公表ということです。 また新たに感染確認が発表されたのは盛岡市で134人、中部保健所管内で114人など合わせて600人です。先週の木曜日と比べて245人少なく、5日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。県内で入院している人は101人、このうち2人が重症です。また。 自宅で療養している人は3530人となっています。